東京から北へ150キロ栃木県の北部那須野ヶ原の西にそびえる山へ分け入ると塩原温泉にたどり着きます古くから訪れる人々の心と体を癒してきた町塩原塩原を愛するみんなの合言葉塩原プラスラブで 塩原ラブ第百三十八回始まり始まりみなさんこんにちはこんにちはパーソナリティの高一ですそして塩原高原大根のフロフキンですフロフキンちゃんこんにちはこんにちは今日は白いシャツを着てきました、うん、はいね何かこう美味しそうな感じが二人して ありますけどね何をあなたは連想したでしょうかやっぱり大根お豆腐そうそうなんか白い熱くなってきたのでソフトクリームちょっとね本当は言おうと思ったそんな感じになってきましたねさあとはいうもののなんかもう五月が終わりに近づくにつれて今度はなんかすぐに梅雨の季節がやってきそうだななんていうふうにねちょっと蒸し暑い日もありますよねそうだね まあこういう時またね体調とか崩さないように気をつけていきたいですね、うん、えそれではえ今日の番組早速進んでいきます最初のコーナーは塩原で起きたあんなことこんなことを紹介していきますローカルニュース塩原事件庁塩原でといつもねご紹介していますけどちょっと山越えちゃいますもうねこの季節はここの話題をちょっと触れたいなということで、うん 塩原の西側日光市上三織、うん、えー、こちらにえー、上三織水生植物園というね。植物園があります。えー、鉱山の植物とか、えー、水辺を好む植物がね。こう。いろいろもう300種類っていうのかな、うん、ね。あるそうなんですけど、うん、ここの名物というともう。本当に標高何千メートルという高い。山にしかね。咲かないという自生しないという。 まあ、通称ヒマラヤの青い消し、うんまあ、ポピーとか、ね、消しとかあの赤とかピンク色の花って、ね、よく、えー、その辺の田んぼとか畑とか、ね、そういったところでも見かけますけれども、えー、この澄んだ青空のような色の青い消し非常に栽培難しいんだそうですけどね、えー、もったいぶらないでこんな写真だよということでご紹介しますこちらです。 ほらすっごい綺麗な透き通った青空のようで、ねはい、本当にそのままえまさに、ね、そういう過酷な場所だからこその青ということで、はいうん、本当に山の上で見たらね本当に青いんだそうですねもっと青いんだそうですねそういうもんなのねもっと青く見えるよう標高が高い方うが綺麗に出るってう、ね、そうらしいですけどね<ー>で、えー、こちらは、まあ、実は実 昨年の撮影した写真なんですけれども実は上みより水生植物園から、えー、今年一輪目の花が咲きましたというお便りが届きましたので、うん、まあせっかくなんでご紹介ということでねもう早速電話で聞いてみましたお,おめでとうございます咲きましたね、うん、そしたら今年はねもうつぼみを持ってない株が珍しいぐらいとにかくつぼみが多いんだよ これから今年はすごく楽しみということで植物園の方、言ってました、うんうんね、これから6月の上旬から中旬にかけて次々に開花ということで、ねえー、もうこれは見たことない方ぜひ見ていただきたいなと、えー、ちなみにもう1つ写真がありますこちらをどうぞ、はい、同じ時期に、ねえー、見頃を迎えてくるのがこの、ね、ピンク色の花が目立ちますがクリンソウ。あのーうん 屋根の上にさこうあ<ー>輪っあ,、ね、ああいう感じにこう輪がいくつもいくつも重なって咲くんで,でそれで、ね、お名前ついたそうなんですけどねリリンン違違う違う <laughs> だよ <laughs>、ね、あのこういったね、えー、お花そんなにこう広大な一面のわーというお花畑とは違いますけどね、えー、一生懸命咲いている花たちを見るにはこうした植物園、ねうん、いいので、えー、今日の「ローカルニュース塩原事件調」 上見より水生植物園からいよいよヒマラヤの青い景色開花したよという情報が届きましたというお話でした。それではここで映像をご覧いただきます。この店知ってる？これなんだかわかりますか？ユズです。このユズを使った。 あるお菓子をご紹介します。こちら。その名もゆずようかすみません。このゆずようかんをください。はい、大きい方はいくらですか。こちら一本千五十円になります。で、こちらは。六百三十円。百三十円。はい。ね、大きい方がお得感がありますね。お得です。これ。 塩原名産となってますが地元の柚子を使っているんですね。はい、そうですね。はい。ユズ、はい、ね冬の時期ね今まさに採れたての柚子も使っているかと思いますけれどもね。そうですね。ビタミンもたっぷり。はいはい。はい、これすごく私大好きなんですよ。あ,ありがとうございます。はい。あの笑われちゃうかもしれないんですけど、はい、お酒を飲みながら、ええ、こうつまみに <laughs> <あ>食べるのが、えー、はい。あっという間に一本食べきっちゃったりします。 あね、お茶飲みながらねもらうす海外の方も買ってかれ,買ってかれます、はい、あのすごくね風味香りもですし、はい、味ももうゆずたっぷりという感じでワインと合うそうですワインと、はい、じゃワインと一緒にいかがでしょうか、はい、塩原温泉え太郎さんの「ゆずようかんでした」それではご一緒に塩バ ゆず知らなくってもいいけれど知っていたらちょっと嬉しい塩原の雑学マニア Q 塩原に関するいろいろなこと3択のクイズにして風呂布巾ちゃんに答えてもらっています今日はね文学と自然が融合するような <laughs> そんなクイズですけどちちょょっっっととハードル上がったよね,ちょっとね難ししいかもしれませんでもどんなクイズがいいんだろうって思いながら来たら「あこの季節にちょうどいいな」という感じで、ね、思いついたんですねさあ塩原にはたくさんの文人たちが訪れていますがその中には野口鵜条という詩人もいました、うん、野口鵜ね茨城県の出身ですけれど えー「シャボン玉あのシャワーボン玉飛んだ」とかね、うんえー、なんだっけなうんあすぐ出てこない童謡とかでかなり有名であその歌も野口うじなんだっていうねうん通り合わせとか、ねあ<ー>はい、なんですけれども、えー、この野口うじの弟子が塩原温泉の泉屋という旅館の、まあ、ご主人、まあ、おまあ子どもの頃ね 師弟関係からそれからずっと、ね、長いお付き合いだったそうなんですけれどもということでね、えー、宇京自身も塩原を何度も訪れているそうなんですが<ー>さあ泊、えー、まっていた朝ですね、えー、外で鳥が鳴いていたのを聞いて「おいおい坊やこの鳥は何という鳥だろうね」と聞いた時に寝ぼけていたその泉陽太郎さんですねあの弟子の。 泉洋太郎さん「うん河千鳥じゃないですかね」と言って寝てしまったそうです、うん、でも本当は河千鳥ではなくて違う鳥だったんだそうですが、えー、こんな詩を作りました「えー、<laughs> 誰と別れか福綿あたり泣いて弱いく河千鳥」というねまあ詩 まあ後でね。また紹介しますが、そんな詩を読んだんですけれども、後で確認したら実は違う鳥だったよということで。さあ難しい3択になりますね。さあ、その河内鳥と読んだ鳥一体、本当は何という鳥だったんでしょうか？<あー S 1> という問題です。<laughs> 出題が大変長くなりました。はい <laughs> 野口雨情が詩の中でえ河内鳥と読んだ鳥、本当は何という鳥だったでしょうか？a。 黒つぐみ A 黒つぐみ B 赤小瓶 B 赤小瓶 C 青ゲラ C 青ゲラ風呂吹きんちゃんこれ黒赤青って色がついてる鳥だねだね,ねさあどれでしょうね、えー、答えは耳より観光情報の後です せーの耳より観光情報。さあ、新聞でも取り上げられたり、うん、ね。最近話題になっているあれを今日は紹介したいと思います。あ<れ>はい、実は5月1日に発売を開始していましたが、この番組ではその名前が問題になっただけ。 クイズで、ねうん、問題になっただけで現物の紹介をまだしていなかった、うん、さあその名もおもてなすって方ああ聞いたことあるよちょっとアップおもてなす手形、うん、おもてなしじゃないんだねそうですねおもてなすということで、うんえー、那須地区、えー、これは栃木県を五つの地域に分けていてそのうち那須地域というのが那須塩原市大田原市 八重洲市、那須町、塩山町、この5つの市町を集めて、えー、那須地域となっています。いわゆる県北っていう地域かな。県北そうですね、うんえー。日光地区とね分かれて、えー、そうですね東側の県北地区といいますかね。うんうん、はい。で、えー、各地域でまあ、今年4月から6月に 力をね、観光に力を入れましょうという取り組みの中でこの那須地域でどんなことをやろうかなと考えましてじゃあ共同のまあクーポンみたいなものを作ったらどうだろうかという中からです、ね、このおもてなす手形が誕生したわけですが、えー、無料ではない1冊1080円で販売をしています。うん、1080円で割引だけだけったら と考えてしまいますがうん、うん、この手形、実はすごい夢ぐりざんまいがでできるんです、うんえー、全部で21件の、えー、宿です、ね、宿泊施設それから日帰り入浴施設21件がこの裏側に掲載されてますけれどもこの21件のうち好きなところ7箇所を選んで、うん、無料入浴ができる。えー 割引ではなくてこの21件については1箇所お好きなところ7階というのはだめで<ー> 1>, え 1, 1, 1人1施設1階ということで、うん、まあ7件なんですけれども、うん、普段日帰り入浴とかを受け入れてないようなところもせっかくの手形なんでということで参画しているところもあります。えー、すごいい太っ腹じゃない、うんそうで ね、日帰り入浴って、まあ、施設によって料金いろいろですけれども、はい、まあ5あ五6 0 0円のところもあるし1000円のところもある1000円のところ2回入ったら2000円かかるのに 1,、うん、1080円 2>, まあ2回じゃないよね、うん、全部で7軒入れちゃうこれがすごいです<ー>そして、ね、先ほど言いましたように、えー、塩原温泉もですけど那須温泉板室温泉、うん、そして矢板市や えー、大田原市にある公共の温泉なんかも参画しているのでお好きなところねあちこち巡りながら入ってもらいますよと、うんうん、じゃあそれ何日で入んなくちゃいけないのかというのが気になりますが発売をしてから1年間お使いいただけますので、うん、1>, 1年間のうちにこのね21件中、ね、7箇所お風呂に入ってもらえる、うんうん、でもお風呂だけじゃないのがやはりね 割引入浴ということで、えー、半額だとか、えーなんえー、いくら引きということで入浴できる施設も他にありますし、うん、やっぱり食べ物もいいよねということでお食事処それからレジャー施設、うん、お土産屋さん、うん、こうした、えーね、施設全部で132の施設がこの手形に参加しています。すごい数だ、ねうん、ということでね、えー、実は まあ、あの県内外からお越しいただく方が、ね、いますので大きな大きなあんまり広げられないんですけどねマップもついて、うん、そして60ページぐらいの冊子になってもういろいろあ塩原ってこういうところなんだ、な、え、す、ー、ってという、ね、地域の紹介なんかもありますし、うん、本当にこう読んでるだけでも勉強になるような。うん でもお得にね楽しむことができるそういう手形です。ガイドブックに割引券がついてるみたいな感じ。そう,だね、うん、<ー>まさにそういう感じですね。<ー>はい、えー。おもてなす手形。えー、先ほどの那須塩原市、大田原市、焼いたし、ナス町、塩山町の各観光協会のほか、えー、一部のですね、この参画施設でも、えー、販売ということで、えー、とりあえず一万部作成してますので、まだまだ十分あります。 ね、これから塩,、ね、塩原だけじゃなく那須地区、ね、あちこち巡りようと思う人え誰かにプレゼントしたいなと思う人、ね、そういった方、ね、<ー>使っていただけるんじゃないかということで今日はおもてなす手形ご紹介させていただきました。マ、うん、マニニアア答えのの時間ですさあ今日のマニア級 じゃじゃん。えー、詩人の野口宇城が。その詩の中で。河内鳥と呼んだ鳥。本当は何という名前の鳥だったんでしょうか。というのが問題でした。A. 黒つぐみ。B. 赤しょうびん。C. 青ゲラ。フロフキンちゃん。答えをどうぞ。C. の。青ゲラ。C. の。青ゲラ。うん どんな鳥だ。わからない。これはね、キツツキ一言で言うとキツツキですね、うんえー。答えとしてはブブ。じゃあ。うん、B の赤ショビン。B の赤ショビン。うん、これはね、ままさに赤い鳥だそうです。うん、はい、正解です。赤ショビンって。 じゃあ、どんな鳴き声かというと、う,ん、うん、なんと言えばいいかな。こう、シュルルルルン、おお<ー>、シュルルルンという感じです。え沖縄をテーマにした。えー、ドラマとかのこう効果というかね。うん、では、えー、琉球赤小瓶の声として、同じような声がよく聞こえてきます。うん、シュルルルンって、で、これがね、初夏。 ちょうど梅雨に入るか入らないかそういった時期によく塩原の山の中で聞こえまして、うんえー、実は、ああ、もうすぐ消防の練習だなと思って、えー、今日ね、車を運転していましたらそうだ、消防の時に朝早く起きると山の中からこのヒルルルルンというね、赤匠の声聞こえてたなということでね、今日の問題にしてみたというわけです。うんえー、野口右上は、えー 誰と別れか福畑あたり泣いて弱いゆく川千鳥そんな詩を残していますさあそれではここで映像をもう一度ご覧いただきますこの店知ってる塩原温泉の新しい美味しさとて焼きこのマップを持ってやってきました 食い物や花水きさんですこちらはご主人の実家がお肉屋さんということで美味しいお肉の料理も楽しめますがさてどんなとて焼きでしょうか行ってみましょうお待たせしました撮影用にお皿を借りてきましたこちらは食い物や花水きさんのその名もチーズチリチキンとてです 中には鶏肉玉ねぎチーズレタスで巻かれていますねそしてトマトソースや唐辛子、そしてナンプラーなどで味をつけているそうですソースう、マヨネーズも全体としてはイタリアンといった感じのとて焼きということで伺いましたいただきますうんー お肉とトマトソースの味がマッチしてて、とっても美味しいです。お食事としても十分楽しめます。食い物や花水木さんのチーズチリチキンとてでした。では、ご一緒に塩バー。ラップ、ごちそうさま。 続いてのコーナーは故郷を愛する気持ち、塩原を愛する気持ちから生まれた言葉です。塩原プラスラブで塩原ラブ。さて、もう2年になりますが、うん、実は塩原にはたくさんの滝があるんだけど、この一番大きな滝が 土砂崩れまあ、大雨によるね。災害で見られないんですね。うん、その名前は硫化の滝。2>, <ー>2年前の6月す。すごい雨が。ずっと降ってたわけじゃないんだよね。うん、急に降り出してもう豪雨になって、その結果山からね。のし流されてきた。土砂だとか、木の枝とかが金網に詰まってしまってまあ。 とにかくちょっとあのそんなに距離はないんですけどこう狭い険しいところをたどっていく道なので、えー、その後工事をするのにもいろいろな手続きをしたり、えーね、現場の何て言うかな整備をしたりっていうことで、えー、工事がずっと長引いていましたがいよいよ5月の末をめどに。 えー、再開、利用再開というような話なんで、うんえーま、再開したらもうトップニュースとしてね、龍花、うん、の滝三昧の写真を、ねあのー、見せたいなと思いますけれども、そんな龍花の滝を楽しみにしつつ、今日はせっかくなので、滝の話をいくつかと、ね、思い出を含めてでいろんな話が、ね、ありますがふと、 その滝の名前を聞いて最初に何を連想するかな,などんな思い出が蘇るかなというのをちょっと考えてましたら、うん、龍華の滝これは、ね、温泉祭りを思い出しましまた、うん、なんで塩原は9月に温泉祭り行ってね、うん、6台の出汁が出てね町内を練り歩きますけれども自分が制作の係長、うん あの前飾りって、ね、お人形とか作ったりするんだけどその制作の係長をした時にその時いい滝を登っていくコイを作ろうコイ<ー>の滝登りにしようっていうねはい、はい、話になってでもなんだかこう滝のイメージがしっくりいかないのでその制作期間中の土曜日だったか日曜日、えー、みんなでね、えー、昼の作業をしてる時によし滝を見に行くぞっていう話になって。うんうん リュウカの滝にみんなで見に行ってその滝をイメージしてその滝登りのねうん出汁を作ったというのを思い出して、うん、本当にあの時はね苦心してもうなんかいろんなイメージを伝えてくれるんだけどそういった作る表現力に乏しいというか、うん、難しいのねだって想像つかないよその出汁で作るのが。こ、うん、この滝もう本当にに岩場に水をこう 水のそこに鯉をねこう登らせていくようなこう跳ね上がっていくような感じに作ったんだけど、うん、それがえー9月のねえ山をバックに出汁を置いた時に何ともすごくこうあしっくりきたって<ー>本当に自然の中にこ,うこの出汁が溶け込んだっていうのでえその時にああよかった。 なんとか出来上がったっていうねそんな思い出がねそれからもう一つ山の中に行くと来帝の滝っていうのが、ね、あって、えー、中学校の頃なんかは潮の湯っていう地区からずっと遊歩道がつながってたんだけど夏休みの親子レクレーションでね、えー、行ったのがあれが初めてだったのかなと思うんだけど。 えー、子供たちでみんなで行ってお弁当を食べたのがその来廷の滝なんだけどお食べ終わった後みんなでその岩をこう、ね、滑り落ちるように水が流れてるんでその岩をみんなで登って滝で遊んだっていう。えー、滑り降りたってこといやいやいや滑り降りはしなかったんだけど、うん、こう岩場に登ってって靴を履いたままねびしょびしょになってね、えー、登ってったんだけどあの変な話ですがその帰り まあ濡れた靴をこう入ってくるとさあのくっちゃくっちゃしながら歩くんだけどそれがすごい、あのー、洗濯機のような役割をして、うんうん、汚かったはずの靴が帰ってきたら中真っ白になって <laughs> うわすごいこうやって靴って洗えばいいんだとかって、うん、<laughs> そんな風に思った中学生。<laughs> というはね、あの一箇所一箇所あ意外にいろんなエピソードがその滝ごとにあるなんてでもそれ相当水がきれいじゃないとないよね、うん、まあもちろんね滝とかか川ににったからきれいになるわけい泥の川じゃもちろんダメなんだけど <laughs>、うん、でも、ね、やっぱり塩原の滝子供の時からいろんな機会にね、えー、見ることができたっていうのは幸せでそれで、ね、今も知ってるけど今意外と子供たち、あのー、山に入る。 を見るる機会とか減ってるみたいなのでね、うん、やっぱりあの小学校とか中学校の時にぜひこういったね、えー、塩原にいいものあるっていうのを見ておいてほしいなと、うん、まあそんな風にね思いまして龍花の滝が開通したら、ね、いろんな子どもたち連れて行ってみたいななんてそんな風に思ったというわけです。はいえー、以上塩ラブでした 最後のコーナーです。高一さん、何？ちょっと教えてほしいんだけど、なんだい？さっきさ、耳寄り観光情報で、おもてなす手形の話をしたじゃない。おもてなす。はい。まあ興味津々なんだけどさ、さっきの二十一箇所の温泉地というか、温泉に七箇所まで無料で入れます。入れます。残りはどうなっちゃうの？残りは残念ながら入れないです。 割引にもならない。そうなの。おお<ー>、うん。実はこの21件の施設のほかに、えー、割引入浴の施設が、うん、何件ぐらいだったかな。えー、15件ぐらいある。あ、それとは別にね。そう。すごい三角なのね数がで、うん。無料入浴についてはあくまで21分の7だけなんですね。はーはーで、その施設はまあ入れない場合はおしまいになっちゃうんですけど、うん、割引入浴の場合は。 15あすべて入ることができますし1回きりですよっていうところもあれば、えーね、1年のうちに何回でもご利用くださいっていうところもあるので<ー>、うん、なので、ね、無料のほ、ね、う二21分の7ということは3冊買えばいいんだよね。ねはーあ何じゃあその7箇所 <laughs> 冊買うとくここねチェック欄がついていて利用するとチェックが入るので3冊買えばっていうかね7箇所で入ったらまた買ってまた7箇所七箇所ということでぜひね21箇所制覇してもらいたいそうだよきっとでもそうだよね3冊買ってもさだって3240円だとした二21箇所のお風呂に入れちゃうんだから。 ああ、でも、待てよ、一年間で二十一箇所入りきるってすごくない?。ね、すごいよね。一か月に八回ぐらい入なる。そうだよね。まあ、一、買ってから一年有効だから。ね、あの、次に、次にっていうこと。ああ、そうか、そうか。なるほど。利用できればいいよね。そうか、そうか。そうだね。いっぺんに三冊使わない方がいいんだね。ああ。なるほどね。ね。そう、あの。 お得なんだけどまだなんかこうくすぐるっていうのがおもてなす手形のあれかも旨味かもしれませんなるほどはい。ちなみにどこで買えるんでしたっけはい、えー。塩原だったらば塩原あの観光協会ですので塩原物語館にお越しくださればお買い求めいただけますなるほどはい小市さんありがとうどういたしましてということで今日の番組も終了となります塩原プラスラブで ラブ。